この動画には、カーオーディオを構築したり、調整したりする際に役に立つ音声が含まれています。周波数の特性や、測定機器での結果に現れない、聞いた感じ、どのようにステージが展開されるのかをご確認ください。これから聞こえる音は、ツイーターとミッドバスのつながりをご確認いただけます。これから聞こえる音は、ステージの高さをご確認いただけます。これから聞こえる音は、左右で別の音が含まれています。音がピラーやドアに張り付いていないかどうかや、左右に広大なステージが広がるか、ご確認いただけます。Thank you.
いかがだったでしょうか。周波数の特性をフラットに寄せるための音や、再生限界周波数を確認するための音は、よく見ますが、このような、ステージ間、定位にまつわる音はなかなかないように思います。このような、調整支援の音声を配信したりしています。チャンネル登録をお願いいたします。